はい。ご唱和願います。乾杯。皆さん、はじめまして、レック池袋本校で担任講師をしております、本橋と申します。今日は晴れての公務員試験合格者祝賀会の日であります。今日は頑張って公務員を勝ち取ったお嬢様お二人にいらしていただいてます。レックを選んでいただいた理由なんかありましたら教えてもらってよろしいですか？レックを選んだ理由は、はい、筆記試験対策だけじゃなくて面接とか他人相談とかアドバイザーとかそういったところのフォロー制度があったからレックにしました。最初大学の説明会にレックの担任の方が来てくださって、もうすごく詳しく公務員試験の制度とか勉強の仕方とか丁寧に教えてくださったのが印象的で、それをきっかけにレックにしようって決めました。やっぱり担任制度とか合格者アドバイザーとかそういったところの制度がとても良かったです。勉強スケジュールを毎回予約して、まあ、今このぐらい進んでるんですけど、じゃあここからはこうしていこうみたいなアドバイスをいただけたのですごく良かったです。はい、私はもう面接シミュレーション、もう筆記試験終わってからはそれに頼りっぱなしですごく助かりました。話に出ました面接シミュレーションなんですが、いわゆる模擬面接のことです。うちでは模擬面接専門の先生がいまして、約50分ぐらい模擬面もやりますし、アドバイスも時間かけてやるんですよ。お二人ともお勉強されていてやることいっぱいだったと思うんですよ。だから辛い時とか苦しい時あったと思うんですよ。どの辺苦しかったですか？やっぱり周りの子が民間の子が多かったので、まあ、そういう子が決まり出した時とかはまず先が見えない状況だったのですごい不安でした。もうやっぱり個人戦なので、もう自分でとにかく勉強しなきゃいけないっていう、もうその環境に置かれてるっていうのをひたすら耐えるっていう感じでした公務員試験はまあ長期戦になるのですごく先が見えなくて不安になってしまうことも多いと思うんですけども、他人の先生とかフォローしてくださるので努力が報われるようにたくさん頑張ってください。公務員試験は個人戦ということもあって自分との戦いっていうのがメインだと思うんですけど、困った時はレックの担任の先生が親身になって相談に乗ってくださるので、それを頼りに頑張ってください。公務員試験が楽だってことは絶対ないです。勉強は大変です。ただ今は戦後最高の採用状況です。努力が報われる、これだけはぜひ皆さん分かっておいてほしいと思うんですね。では皆さん、もし公務員を目指すならぜひ弊社にやってきてください。はい、ありがとうございました。失礼します。おめでとうございます。どうもどうもどうも。レックを利用されて合格されたわけですけれども、選ばれた理由って何だったんでしょう？大学とレックが提携している点と、あと面接対策がすごく充実している点っていうのを先輩から伺ってこちらに決めました。私も大学とレックが提携しているという点と、あと友人から口コミで情報を聞いていいかなと思ったのでレックに決めました。その友人がこちら。こちらですレック利用して良かったところがあったらちょっと言っていただきたいんですけど。担任制度があるので、逐一30分先生に予約を取って面談ができたことと、スタッフの皆さんがとても優しくて会うたびに勉強の調子どうって聞いていただいたことがすごくモチベーション維持につながったかなと思っています。私も面接前の担任相談にとても助けられたという点と、模試の後に逐一スタッフの方に今回の結果どうだったとかいろいろ叱咤激励を受けたので、そこがモチベーション維持につながったかなと思います。講師がねいろいろこう気にかけるってあるんだけど、社員のスタッフの方々がねちょっと気にかけてくれるってなかなかないよね。他の予備校さんと比べてもやっぱりレックのそういうアットホームな温かい環境がとても良かったかなって、2年間続けられたかなと思っています。国民の方々にいいと思っているような政策をよりうまく実行できるように頑張っていきたいと思っております。住民の方々に寄り添った支援をしていけるように頑張りたいと思います。レックを信じて最後まで頑張っていけば合格できると思いますので、今一番辛い時期だと思うんですけれども、諦めず最後まで走り切ってほしいなと思います。頑張ってください。直前期ですとか一番不安になると思うんですが、自分が頑張ったことはきっと返ってくると思うので頑張ってください。合格おめでとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。レック最初に選ばれた理由って何だったんですか？最初選んだ理由が面接対策や論文対策に力を入れてるっていうのが結構分かったので、そういうところで勉強したいなと思って選びました。実際にレック利用してみて良かったところってどこでしょうか？不安になった時に担任相談を利用していろいろ相談できたりとか、面接対策が充実してるのがすごい良かったです。面接対策良かった点はリアル面接シミュレーションっていう50分間で面接の本番さながらの練習ができるのがすごい良くて、それで助かったなというふうに思ってます。公務員としてしっかり区民の方々
の生活のために、頑張っていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。勉強はすごいもう長くて本当に辛いことだと思いますけど、受かった時の喜びもそれだけひとしおだと思いますので、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。合格おめでとうございます。ありがとうございます、はい、僕はすごい悩んだんですけども、先輩に相談したら先輩がぜひともレックがいいっていう風に言われて、レック行くと先生方が手厚くフォローしてくださるってことを知って、僕はもうレックに行こうっていう風になりました。実際入ってみてよかったですか？はい、アドバイス先生にはすごいもう面接の相談とか乗ってもらったりとか、あとはその先輩方、去年のアドバイザーの先輩方にいろいろ相談乗ってもらって本当に心強い限りでした。僕の場合ちょっと特殊なんですけど、大学の講座でレックが入り込んでて、そこで先生の授業を受けたんですね、アドバイス先生の。その時がとても分かりやすかったんで、予備校はもうレックしか考えてなかったです。とても親身になってくれるし、いろんなところでサポートしていただいてとても助かりました。今度どんな公務員になりたいですか？私は22年間育った横浜市に行くんですけども、地元が大好きってことで、その大好きな気持ちをずっと忘れずに地元を良くしていくような公務員になっていきたいと思っています。公務員という仕事は全体の奉仕者ということもありますので、目先の人だけじゃなくて全体を見れるような公務員になっていきたいなと思っております。お二方とも素敵な公務員になってください。おめでとうございます。これからも新しい、公務員を目指す方と一緒に頑張っていきたいと思いますので、どうぞレックの扉を、叩いてください。彼らに続いて合格者になってくださいね。失礼します。レックを選んだ理由は、担任相談制度がすごく整っているところに魅力を感じました。やっぱり一人だと頑張れないなっていうふうに思ったので、支えてくれる先生方が必要だと思ったので、担任相談制度がいいなというふうに思いました。私がレックを選んだ理由はウェブフォローが充実していたことです。学校の授業があってなかなか予備校の生講義に参加できないことがあったんですけども、パソコンでのウェブフォローっていうのがすごい充実していたので、そこで公務試験の必要な知識の補填ができた点がすごい良かった点です。私がレックを選んだ理由は、面接対策が充実しているという点で選びました。喋ることが苦手だったので面接に対しての不安が大きかったんですけど、実際レックに入ってみて面接に対して先生方が手厚くフォローしていただいたので、合格することができたんじゃないかなって思います。エルタワーに通っててよかったなって思ったことは、まず先生が本当に生徒一人一人に対して熱い思いを注いでくれるところがとっても良かったです。面接が本当に一人一人たくさんフォローしていかなきゃいけないこととか先生方たくさんあると思うんですけど、それを時間をかけて一人一人見ていただいたので、自信を持って面接に挑めたんじゃないかなって思っております。あとやっぱりエルタワーは人が集まりやすいので、こうより多くの仲間に出会えたことが私は一番良かったなって思います。その仲間と一緒にこう合格できる、合格しようっていうやる気を持って挑みました。私は主に野村講師の下で指導をいただいてたんですけども、その野村講師がその担任相談などを通して自分に対して鋭い指摘、勉強スケジュールなどをうまく組んでくれたりして、それがすごい新宿エルタワーに通っていて良かった点だと思います。他にも新宿エルタワーとその野村講師がその他の受講生とのつながりっていうのを設けてくれてて、そこでその他の受講生同士仲良くすることができて、面接対策であったりとか、その公務員試験全般を通して仲間たちと協力して試験に臨めたっていうことがすごいいい点だと思います。野村先生が受講生同士のゼミというのを組んでくださって、そのゼミの仲間と一緒に面接対策とかもレックに通って毎日通って一緒に面接対策をやってきたんですけれども、そうやって仲間を一緒に作れる、そういった環境があるところもレックの魅力だと思います。公務員試験はすごく長い戦いで、筆記試験もありますし面接対策もあって結構大変だとは思うんですけれども、諦めないでやればしっかり合格できると思うので、皆さんも頑張ってください。公務員試験は長いですが、諦めずに一生懸命やり続ければ必ず達成できると思うので、一生懸命頑張ってください。勉強面とかも科目数が何科目もあって本当に大変だと思うんですけど、自分がやったことは必ず結果につながると思うので、一生懸命こう周りの仲間と一緒に頑張っていってください。今回は合格おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに勉強しててなんか何が大変でした？一人でいることが大変です。孤独との戦いですね。浪人したんで自分は 2年分公務員試験をしたことですね。その間自分も孤独でそれとの戦いでした。2年分っていうことは最初の年は自分で一人でやってたんですか？独学で行いました。なんでレックを選んだんでしょう？水道橋校の先生の方々の熱いご厚意に胸を打たれたためです。僕のおすすめの先生は水道橋校の植松先生です。なぜかというと、私は直前期に面接すご
ごい苦手意識を持ってたんですけど、植松先生の熱い指導と実践的な練習で見事に合格を勝ち取ることができました。すごく面接に苦手意識を感じている人はぜひ植松先生の授業を取ってください。絶対受かります。私の推し先生は水道橋本校の植松先生です。植松先生は面接の際、それがなぜどうして区民に大切なのかという観点から面接の大切さを教えていただきました。その教えを胸に面接に向かった結果、無事東京特別区に合格することができました。皆さん水道橋本校にお越しください。植松先生が待っています。これからまたこれから勉強しようっていう後輩たちいっぱいいると思うんだけど、その後輩たちに対して何か一言を最後にお願いします。はい、一人にならずに友達をたくさん作ってください。これは受験というのは一人じゃなくてチームプレーだと思ってるんで、みんなで受験を勝ち取ってください。最後まで諦めないことです。自分も受験先2つ、重なりましたが、なんとか2つとも受けました。皆さんにも絶対にチャンスはあります。頑張ってください。じゃあ最後に一緒に乾杯しましょう。乾杯。はい、東京都合格おめでとうございます。一般方式、新方式と、まあちょっと違う方式でね、合格ということで、まずレックを選んだ理由をお願いいたします。公務員試験を受けようと決めて、かなり多くの塾を回ったんですけど、その中でもそのレックさんの通信教材、通信の生のための授業というのがすごく充実していて、それを見て、あ、これなら通信で考えてた私でも効率的に勉強できるんじゃないかなと思って選びました。予備校3校を見たんですけども、レックのスタッフの対応が一番良かったのでレックを選びました。じゃあ続きまして、レックが良かったところ、都庁対策で良かったなっていうところ。都庁の対策としては、都庁のそのコースみたいなものがあって、私はそれを受けてたんですけど、かなり都庁の論述試験だったりとか専門技術試験に対応した講座っていうのが多くあって、それを受けられたのはすごく良かったなと思っています。面接対策とかでもたくさんの刺激を与えてくださる方と出会えたので、それも本当にレックを選んで良かったなと思っています。レックを選んで良かったなと思うところは、新方式の面接の対策ゼミがレックでしかなかったところで、特にその新谷先生がかなり強い対策をしてくださったので、それを信用して取り組めたのが私が東京都に受かった一番の要因だと思っております。なのでレック選んで良かったです。新方式に関しては1時、2時、3時と今年はゼミをねやって全部来ていただきましたからね。全部来ました。合格者もかなり出たよね。かなり出ました。8割ぐらい私の知り合いで合格したのかなと思います。はい、じゃあ最後に都庁をね、職員としての抱負お願いします。東京都の貧困世帯を救いたいと思います。誰からも信頼される職員になりたいと思います。頑張ります。私はもともとその東京都の国際ブランド力というものを上げたくて、都一本で志願して頑張ってきたので、都職員として内定した今、来年からそれを将来の目標として頑張っていきたいなと思っています。私は既卒出身で仕事しながら勉強してたのですが、既卒でも社会人経験あってでも不利になることなく、自分と講師と受験仲間を信頼すれば必ず結果ついてきますので、皆さん頑張ってください。まず一つだけ本当に言いたいのは、絶対に最後まで諦めないでほしいです。やっぱり自分が誰よりも勉強したというか、自分が受からなかったら誰が受かるんだぐらいの気持ちになれるまで勉強して、必ずその気持ちのまま試験に向かってほしいし、そういった気持ちもすごく大事だと思うので、最後まで必ず諦めないで頑張ってください。公務員合格おめでとうございます。よー